毎週水曜日は社会です。毎日新聞局長委員ガタナガ秀一郎さんです。ガタナさん、おはようございます。おはようございます。新型コロナウイルスのこともちょっと気にはなるんですけど、これ日曜日のね、毎日新聞が一面で載せたのが私ちょっと衝撃的で、これ通学や仕事をしながら家族を介護している子どもたち、15歳から19歳の子どもが2017年時点で全国に推計3万7100人いることが分かったって言うんですよね。はい、だから学業をしながらこれ介護してるってことでしょ。そうなんです。今日の日本はネット競技五輪の1年延期の話題一色ですけれども、はい、そんな中でも記者たちはね、それぞれの現場でこれは何とかしなきゃいけないって思う問題をコツコツ追ってるんですよ。はい、まあ、それを知っていただきたいという思いもあって、今日はこの話を取り上げさせてください。はい、はい、でまず聞き慣れないヤングケアラーという言葉ですが、ヤングケアラー、はい、まあ、私も初めてこの新聞で見て知りました。私もそうなんです、実は。あ、そうですか。はい、簡単に言うと、家族の介護や世話をしている子どもたちのことで、まあ、公式な定義はないんですけど、日本ケアラー連盟は、はい、大人が似合うようなケアの責任を引き受けて、家事や家族の介護、感情面のサポートを行っている18歳未満の子どもというふうにしてます。はい、で今おっしゃったように、そんな子が日本に3万7千人いるという数字はですね、はい、これ今回の調査で初めて分かったんです。国にこのデータはなくて、で国のデータは15歳から29歳っていうくくりで、この年代で家族介護している人が21万人いると推計してるんですけど、うんうん、毎日新聞はこの基礎データを、もらって、それをもとにですね、うん、独立行政法人統計センターというところに委託して、はい、ここから10代だけの数を抽出したんですね。はい、でその結果ですね、このうち8割のおよそ3万人が通学しながらの介護で、で頻度がですね、週に4日以上が、ほとんど毎日っていうのが4割以上で最も多いんですよ。で次いで週に1日から3日などでした。で男女差はなくって、これだけの中高生世帯が介護の一部になってるんですね。そうなんですよね、はい、どれだけ負担が大きいか。ただね、国のデータにはね、14歳以下っていうくくりがないんで調べられなかったんですが、はい、一部自治体の調査では小中学生にもいるっていうことが分かってるので、子どもというくくりで言うと実態はもっと多いと見られてるんですね。かもしれないですね。14歳以下でもいるんですか、はい、小中学生でも。いますね、はい。でね、しかもヤングケアラー増加傾向にあって、これ、ね、はい、理由は少子高齢化とか離婚などで一人親世帯が増えていることなどがあると言われていて、つまり親も一人っ子、子も一人っ子で祖父母の世話をできる人が限られるケースだとか、はい、それから離婚して子連れで実家に帰ってやがて祖父母の介護が必要になったっていうようなケースですね。はい、まあ、遊びたい盛りにね、介護を手伝って本当に立派だと思うんですが、でもね、成蹊大の渋谷智子准教授はこういうふうに指摘してるんですね。はい、介護する子どもは偉い子だって評価されますが、うんうん、その子がどれだけ負担を抱えてどんな影響が出ているかを踏み込んで考える感覚が今の社会にはないと。でヤングケアラーを美談で終わらせてはいけませんっていうふうにおっしゃってるんですね。うん、いや本当そうですね。はい、私もね、この言葉目を覚まされた気がしまして、偉いねで終わっちゃいけないんですね。はい、子供への影響で言うと、例えば欠席や遅刻が増えたり、結果として成績が下がったり、で渋谷先生によると、それが積み重なると自己評価が低くなってですね、でやがて家族の介護優先で進学や就職なんかで人生の選択を諦めちゃうことがあるそうなんです。そうですよね、はい、それは記事では、ね、実例も紹介されてて、はい、これ宮城県仙台市の31歳の男性ですが、中3から23歳まで認知症のおばあちゃんを介護したっていうんですね。母子家庭でお母さんは仕事しなきゃいけなかったんで、男性が介護の多くを担って、でもちっちゃい頃面倒見てもらったから今度は自分の番だっておっしゃったんですね。優しいですよね。本当ですね。でもね、夜中に怒り出したり徘徊したりするおばあちゃんの世話で、寝るのは毎晩3時ごろで、2時間おきのトイレにも付き添ったので、学校に行く頃もクタクタで、授業中居眠りが増えて、もう成績もガーンって下がったと。で夕方もデイサービスから帰るおばあちゃんのお迎えしなきゃいけないんで部活も辞めたと。で老人ホーム探したんですが、3年待ちって言われて諦めて、結局まあ男性が高校を辞めちゃったんですね。はあ。で、最後まで面倒見ておばあちゃん亡くなった後、男性仕事探すんですが、うまくいかずに非正規の職を転々として
今はねコンビニの夜勤と清掃会社で働いているそうです。はあ、人生が一番輝くはずのね10代後半から20代前半を介護に費やして、でもね恨み事一つ言わずに、はい、でもねおかしくないですか、こんな優しい人が福祉の谷間でしわ寄せを食う社会って。いや本当そうなんですよ、はいね、で彼だけじゃないんですね。日本ケアラー連盟によると似た境遇の子は少なくなくて、でも家族のことだからってなかなか外に話せなくって問題が表面化しにくいそうなんです。うーん、じゃあどうしたらいいのかですけれども、はい、専門家は子どもに寄り添って話を聞く環境が必要だって訴えてて、うん、でまずは学校なんですね、はい、面談なんかで家庭環境を知ってる先生がその子の立場に立ってどうって聞いて、で役所などにつないで支援を考えてあげることですね。うーん、でまたあの担当のケアマネさんとかいらっしゃったり、それからまあご親戚なんかでもある程度状況を知ってる人があれこの子大丈夫かなって思ったら、もう疲れ果ててるとかだったら、うんうん、まずは声をかけて話を聞いてあげてあげると、うん、で最終的には行政でして、もうすでにねイギリスではヤングケアラーの実態把握とか必要なサービスの提供、これ 自治体に義務付けてるんです。あ、そうですか、はい、進んでますね、うん、オーストラリアではねヤングケアラーも他の子と同じ権利が守られるっていうふうに法律に明記されて、奨学金などの支援制度もあるんですね。でね、高校に報いるのは用の東西を問いませんし、むしろね親孝行を尊ぶのはね日本の美徳だったはずなんですね。まあ、世の中コロナで大変ですけど、はい、まあ、大きな問題の陰に隠れて辛い思いをしている人に光を当てるのもこれジャーナリズムの大切な仕事なんです ね、子どもたち自分からやっぱなかなか言いにくいんでしょうね、はい、こういうことで大変なんだっていうことで、ね、そうです、だからまあこういう問題を掘り起こすのもとっても大事な仕事で、はい、最後に私事で恐縮なんですが、私この3月末で35年勤めた毎日新聞卒業します。はい、はい、長いようで、まあ、あっという間の35年だったんですが、今世の中コロナだけじゃなくって終わらない森友問題とか桜見る会とかね検察人事とか問題山積で、はい、後輩たちその取材に駆け回ってますけど、はい、でもそればっかりじゃなくって、うん、日本全国に配置された記者たちはこの問題みたいに現場でいろんな話を聞いて何とかできないかって奮闘してるんですね。うん、でまあ、だからあの宣伝っぽくなりますけど、毎日新聞はその年の報道の最高賞といわれる新聞協会賞を最も多く受賞してるんですが、私も先輩たちから志は高く視線は低く、それから誰のために何のために書くのかって言われ続けて、まあ、いくつかキャンペーン報道も手掛けさせていただいて制度を変えたりね、被害者救済にたどり着けたこともありました。で今新聞時にマスゴミとも言われますけど、まあ、多くの記者はね不正を正したり、そのために権力と向き合ったり弱い人の立場に立って考えようとしてます。だからですね、どうかあの新聞を読んで応援してもらいたいと、はい、あの卒業する者からのお願いです。そうですね、はい、とはいえ私あの4月から関連会社の編集部門で引き続きライターの仕事をしますので、はいはい、このコーナーも担当させていただけるようですが。あ、そうですか、はい、今ちょっとそれを聞きたかったんですけど、はい、よかったです、はい、はい、まあ、あのお二人もリスナーさんもこれからもあのよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。でも本当そうですよね、高齢化のこれ一つの課題として日本ではね、なかなかその19歳以下っていうのはその数字というのは出てない、国が調べてなかったってことですから、これを国が見てどういうふうに対応するかですよ。今話が出ましたようにイギリスとかではもう進んでるわけですからね、はい、毎日新聞局長委員潟永秀一郎さんでした。